弓の基本的な持ち方なんですけど、まあいつも通りとりあえずちょっと弦にセットしてみたいと思います。でその時左手でちょっと押さえててもらいます。よし、で右手離してブラ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 、でこう脱力した状態でなるべく弓を持たないようにそのまんまの形で弓に触れます。だけど触れてるだけだと落としちゃいそうなんで、そのまんまその形崩さないようにそーっと弓を支えてあげるつもりで持ちます。持っちゃダメです、支えるだけです。落ちないかなってとこで左手を離します。こんな感じですね。でこのままあとはまっすぐ弓が弦に直角のまんま、それを崩さないように横に動かしてあげます。これが弓の動かすのの基本です。じゃあどういう風に動かしたらいいかっていうのをちょっと助っ人にお願いしつつ、はい、最初肘から引っ張られてます。肘引っ張られてる、ストップ。そしたら今度は手首が引っ張られてる、引っ張り手首ストップ。これでダウンが終わりです。じゃあ次アップいきますよ。はい、手首が引っ張られてる、引っ張られてる、手首、ほら手首が出てくる、手首がちょっと出てきます、ストップ。はい、この次が肘から押されてる、はい、手首も綺麗に出てて、また行こうか。よし、じゃあ今度また肘から引っ張られてます、肘が引っ張られてる、肘、ストップ。はい、そしたら今度が手首から引っ張られてる、手首、言えなくなっちゃった、はい、ストップ。はい、次手首が引っ張られてる、ストップ。はい、この手の形を崩さないまま肘から押されてる、ストップ。こういう動きでした。で大丈夫だと思うんだけど、頑張ってね。